さあ、ということで、フォールアウト4の方をね、続きからやっていきたいと思います。で、魔術学校じゃないけど、魔術なんたらかんたらにね、行くっていうミッションで、魔術の館が、もうあの目の前に見えてるあの青い屋根が多分魔術の館だと思うんですけど、どうなんだろう。これだけ装備を整えれば、なんとかなってくるっていうところはあるのかな。ちょっと待ってね。そういえばレベルが前回上がったのを忘れていたので、ここでレベルを上げましょう。で、現状上げられるのが、そんなに多くないけれども、これかな。ターミナルもっとうまくね、入れるようにしていきたいですね。よし、まあこんなもんでいいでしょう。じゃあ向かいましょう。で、ここは何なんだろうな。その他っていうくくりのミッションなので、どういう感じなのかはちょっとよくわからないんですけれども、車があって、まず周辺からちょっと見ていこうか。なんか奥の方に病院もあるね。病院のマークもつけておこうか。で、まずはこの外堀の、このお家とかを見ていこう。ここは入れないのか。しゃがむと入れるけど。でもそこまでして入る価値が、あるわ。エキスパート。ちなみにね、これ、鍵開けはね、マスターまで開けられるようになってるので、ボルト111にあったあのクライオレーターケースをね、そのうち開けに行きたいなとは思ってるんですけども。よし、 OK、 いいね。で、あと他にもね、あのいくつかマスターでしか開けられない鍵を見つけてあるので、そこもね合わせて次回ぐらいには行けたらいいなとは思うんですけど、とりあえずここはこんなもんか。よし、降りよう。しゃがまないとね。しゃがまないと出られないっていう。で、次はこの家か。もうほぼ瓦礫だけになっちゃってるね、家の中が。これは？あ、メンタスか。メンタスと、ここら辺はお家を作ったりするのに必要になってくるのでもらっていくと。あー、でも大したものがあるわけじゃないな。あー、本当に廃屋だ。なんかちょっと隠されたアイテムがあるとか、そういうロマン的なものはありませんね。で、ここにある周辺の家は多分これで見たので、さあ魔術博物館へやってまいりましたね。で、目的地がそっちか。博物館に行くだけなのかな。入る必要はないのか。いや、でもせっかく来たら入りたいっていうか、なんか死んでるし。いきなりちょっとワクワクして入ってきたのに、いきなりショッキングなものを見せられたっていう。ああ、こっからも入れんのか。ハート上等兵。ハート上等兵のホロテープ。あ、これで終わっちゃったのか。でも、魔術博物館、なんだこれ、デビルズ・デュー。あー、もしかしたら、こっから入っていくことになってくるのかな。で、多分この人が着てる、この、なんだ、汚れた軍用戦闘服。あ、軍用戦闘服は持ってない。あ、女性だった。もう頭がね、ないから、ちょっとわからなかったですけど、女性でしたね。で、ハートさんの、あとね、これ、なんか箱が置いてあって、ミスターハンディのモデルを作るとかいうのを選んだら、なんかカチャカチャカチャっていう音とともにこれが飛び出してきたので、手に入れました。やったね。こういうおもちゃを飾れるような棚もそのうち作れるようになるのかな？どれだったかな？これか。よし、じゃあ聞こう。なんじゃろなと。ジェファリーズ、D の
でレコーダーが動いた。ガンナーに応募した時、こんなことやることになるなんて想像してた？ロボット羊のためにリンウッズから荷物を運ぶなんて。名前なんだっけ？ウェリントン？ウェリンガム？あとにして超党兵、コナーズは持ち場にいないようだが。あ、すいません。何かの手がかりを見つけて、それを確認しに行ったと注意が言っていました。マーティン上等兵が。手がかり？何の手がかりだ？一体何なんだ？コナーズ、どこ？残りの部分はどこ？大変だ、見つかった。サージェントリー、ケースを持て、目を離すな。全員ミュージアムの中へ、早く！あー、なんだ。で、今着てるのがこれ作業服なので、ちょっと戦闘服に着替えてみようかな。あとね、これもなんかマネキンから剥ぎ取ったんですけど、なんかまあこれはこの辺りで剥ぎ取ったわけじゃないんだけど、必要なね、どっか何かのクエストで必要になるものらしくて、外せないっていう、外せないっていうか、置けないっていうね。あ、ストレングスとか上がる。どんな感じなんだろう。あとね、防護スーツなんてものも拾ったんですけど、うお、すごいこれ。ラッドが、ラッド耐性が1000もある。すごいな。じゃあちょっと見てみようか。どんな服装？あ、なんか、ちょっと綺麗になった感じかな。まあこれでいいでしょう。戦闘服ね。まあ一応軍服だし。よし。じゃあ、この中に入りたいんだけど、違うわ。あっちから入れないんだった。さあ、では何かが起きて、みんなね、この魔術ミュージアムに入っていったみたいですけど、じゃあ私も真相を究明するために魔術博物館に入ってみたいと思います。さあ、ということで、ニックに見下されながら魔術博物館やってきました。なんかすごい似合ってんな。なんとも言えない似合い方をしてるけど。待って、なんだ。上で何かうごめいてるな。つか、お前にさ、ちゃんとしたリボルバーを買ってあげたいんだよな、ニックに。あのね、お店でたまにね、売ってるんで、そういうのをね、買って与えたいんですけど、やっぱり探偵って言ったらね、ニューナンブみたいな、ニューナンブっていうか、スナブノーズか、ちょっとショートバレルみたいなリボルバーを買い与えたいんですけども。素晴らしい。開いたね。まあ確かに、まあ確かにホーラー開いただけどお前が言うことじゃねえだろ。ライトをつけるか。待って、肉片が転がってんな。おいおいおい、上でなんか食われてるぞ。めっちゃ食われてる。うわ、グロい。わ、持ってかれた。なんだ。おいおい、大丈夫か。こんなところに来て大丈夫か、俺たちは。まあ、ニックは食われないだろうけど、俺は、うわ、なんか、すげえ揺れてんな。ちょっとマジ FPS で行こう。 TPS だと急に戦うってなった時に私戦えないので。あ、焼けた本とかそういえば置いてくるの忘れたな。とりあえずね、本はね、私が個人的に好きなので集めてるだけっていう感じなんですけど。なんだこれ、ほら、あ、なんかある。ボルトテックのランチボックス、野球ボールが。あ、ちょっとどこ行くのどこ行くの、ボールちゃん。お前は俺のボールだよ戻ってきなさい。で、多分これマッドマックスあればそれなりに対処できるとは思うんだけど。やべえなこれ、なんか相当やばいのがいるんじゃないか。つか、この中に逃げたの間違いなんじゃないの、あの人たち。大丈夫なの。いや、まああの兵士が、女性兵士が
あそこで死んでた時点でもうなんか、うん、気づくべきっていうか、もうなんとなく悟ったけど入り口にあったのが見えてただけっていう。これ水か。クマちゃんはかわいそうだから持って帰ってやろう。あ、なんか人が死んでる。骸骨。体は持っていけないのか。まあそれはいいんだけど、別にいらないから。焼けた教科書とかを持っていこう。で、骨とかってさ、いつ使うのかわかんないけど、なんか、あそこで死んでる。大丈夫かこれ。何がいるんだ、すごい怖いな。おかんが走ったらそういうことだって。まあまあそういうことでしょうねまあそういうことだと思うよ俺も。あ、ビリヤード球。あ、一応まあ持ってるからいらないかな。8番ボールは金になるのでもらっていきます、木材にね。あー、ボールがいっぱい落ちてる。ビリヤード台もね、そのうち。何このホラーはもうこれさ、こういうの嫌いな人には苦行でしかしないよね。レーザーピストルか、もらっていくか。スカルボンバンボンだなって。何を言ってるのかよくわからないけど、キャップと軍用ヘルメット。ああ、これ汚れたってことはあれなのかな、なんかちょっとグレードが落ちてんのかな。俺のは確か普通の軍用、うん、普通の軍用ヘルメットだから、これは多分もっと良くなってくるんだろうな、普通の軍用服だったら、軍用戦闘服だったらね。ちょっと待って、一応回復アイテムのところにはカーソルは合わせておきたい。なかなか、うお、ジェフェリーズ少佐、少佐死んでるよ。いや、もうなんかさ、ニックがいろいろ喋ってくれてるけど、もう聞いてる余裕がないわ人死にすぎでしょ。ヤオ具合かな、デスクロー、どうなんだろうか。やった、釣り竿、うん、まあ持っていくか。釣りとかもこのゲームできるようになると面白いけど、釣りモッドとかあるんでしょうか。で、上の方でガコガコしてたからそろそろ快適するとは思うんだけど。ニック、ちゃんとついてきてくれよ。あ、ボストンビューグルね。あー、ホラー耐性はあるけど、これなんか急に襲われて一瞬で死ぬってのはすごい嫌なので気をつけながら行きたいですね。あそこでも誰か死んでるな。うわ、何これ。つか魔術感ゼロなんだけどあ、トリプルバレルミサイルランチャー、良さそうなの持ってる。セキュリティパトロールマンのサングラス。ああ、ちょっと待って、パトロールマンのサングラスつけてみよう。これだね、リペアが上がるみたいだけど、どんな感じ。武器しまわないとダメか。あー、なんかかっこいい。いいじゃんいいじゃん、ありあり。落ちるのよって言おうとしたその時に落ちてたな。まさにジャストミート。なんだこれ、魔女裁判かなんかしてる光景なのかな。なんかない、うん、特に何があるわけでもないな戻ってくるの早いな。もう落ちるのよ。うん、あの奥か。いや、なんかいるな。11メートル先に何かいる。絶対なんかいる。あ、なんかある。あ、バーバリアン。すごい。クリティカルヒットが上がりましたね。うん。待て待て待て。やっぱデスクローか。ちょ、邪魔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 。
いけるかどうかって言われたらすごい微妙なところなんですけど、リロード、ちょっと待って、おっちゃー、痛い、すごいニック、すごい、待って、少し落ち着こうぜ、やばい、捕まると一撃しか、よし、ということでいよいよこいつの力を見せてもらおうか。ここら辺も鉛にできるかな。一応ね、これ鉛メッキをつけて、ラッド耐性を上げたモデルになっております。表面加工は鉛メッキで、いろいろあるみたいですけど、今ね、現状でつけられる一番いい B モデルをつけていて、で、ヘッドランプは、他のモジュールはちょっと今つけらんなくて、ヘッドランプも、サイエンス全く化学に通じてない私は何もできないと。よし、OK。さあ、じゃあフュージョンコアの一番消費しているこの28%のフュージョンコアを使って起動。メインシステム戦闘モードを起動します。よし、行くぞ、バレンタイン、次こそやつに目に物見せてやろう。で、使う武器なんですけど、どうしようかな。使う武器は先ほどね、探索してる時に見つけた、これマズル付きトリプルミサイルランチャーっていうのを使おうかなと。これ多分3発発射できるはずなので、予想が間違ってなければ、これでね、やつをデスクローをめちゃめちゃにね、もうデスクロー壊れるみたいな感じにしてやろうと思います。じゃあアイテムの回収などは後にして、あ、かっこいいな、様になるね。やっぱりミニガン持ってた方が様になるのかもしれないけども、とりあえずこれでぶっ飛ばしましょう。死ねデスクロー。おお、そう、大丈夫か。痛い、結構食らうんですけど。ちょっと待って、それやられたら死ぬかもしれない。あ、大丈夫か。ちょっと待って、食事食べよう。さあ、ということで盛り上がった音楽は鳴っておりますけれども、私の心はそれほど盛り上がってはいない。何食った、今なんかすごいラッドが上がったけど、ちょっと待ってね、なんだそのが、頭が壊れる。ちょっと待って、そこに追い詰められたのは間違いだったな。よし、やばい、これどっか壊されるぞ。大丈夫か、ちょっと待って、痛い、めちゃくちゃ痛い。マイヤーラークの卵のオムレツを食べて、ケーキはなんだこれ、水中で呼吸はできるって、今使うべきものじゃないな。あ、ちょっとやばい、もうちょっとで勝てそうだから待ってくれ。どうしようかな。じゃあまずミュータントハウンドのチョップを食べて、その後にいっぱいなぜか手に入れた、ローストしたマイヤーラークの肉をもぐもぐする。これでどうだ、ちょっと待って、これスコープちょっといらないな。まあ遠距離用にはいいのかもしれないけど、やべ、腕が壊れた、くそ、ここまで来て負けたくはないな。まあでもこれだけ耐えられれば、
全然戦っていけそうな気はするけど。よし、オッケー。ちょっと待って、一回スティームパック打そう。これモーションないからいいよね、このアーマー着てる時のスティームパック。ちょっと待って、ニックはうなられてる。まずい、捕まったか。捕まってないな。頭が破壊されてる。ちょっと待って、こっち行ったらどうなる。ここに入ってこようとして引っかかるか。そんなバカなことはしないか。おっと、落ちた。これ落ちてくる？落ちては来ないか。両腕が壊れた両腕壊れてしまった。どうしよう。もう一回マヤラークのじゃない、ローストしたミレルークみたいなやつの肉を食べて。いやでもこれよし、オッケーオッケー、いいね。これでとりあえず適宜リロードしながら。ロケットの消費が半端ないけどもうしょうがないね。よし、もう全く関係ないもの。いった。おーおーおーおお、来てる。あれ、あ、引っかかった。よしよし、いけるぞこれは。じゃあここはどうしようかな。あれ、そんな甘くはないと。とりあえずリロードして、よし、オッケー。うん、これは多分当たってないな。まずい。いや、そこまでまずくもねえけど、とりあえずスティームパックは使っておこう。よし、多分いけるぞこれ。いやー、これトリプルのやつすごい強いな。よしよしよし、あと一発ぐらい。死ね。よーし、オッケー、倒しました。パワーアーマーのフュージョンコアが少なくなっています。まあでもまだ 15% ぐらいあるでしょ。フュージョンコアが空になるとバッツモードやパワーアタックが使えなくなり移動速度が落ちます。うん、サベージデスクロー倒しました。所持品に未使用のコア、現在のコアが空になった時に自動的に装填されます。あ、そういえばこれ拾ってなかった。ビンゴだ。じゃあちょっと待って、コアがもったいないので一回ここで脱いでおきましょう。で、うん、いろいろ壊されてしまったなもう刀しだな。で、これでミッションはどうなってんだ。博物館を探索するっていうので変わってないけど、うん、セーブ入った。うん、なかなか恐ろしいミッションでしたね。おいどうしたどうしたなんか乗りたそうに見てるけど、それは俺んだぞ。で、冷凍、あ、なんだこれ。んー、まあここら辺も一応持って帰っておくか。多分もう必要なさそうではあるけど。あ、これが入り口か。ひびの入ったデスクローの卵。ひび入ってちゃもうすぐあっという間に腐りそうだけど。さあ、ここでも誰か死んでる。これは関係ない人か。ガンナーの緑のバンダナ、これはもらっておこう。こんなもんか。あ、なんかあるな、ここに人の頭が。あ、な、レーザーライフルはスカルバンダナをもらっておこう。サージェントリーのホロテープ、とりあえず卵はもらっていこうかな。これはなんだ、うわ、グロ。あ、これ新鮮なデスクローの卵。デスクローのオムレツが作れるんじゃないか、もしかしたら。こんなところにもある。ここが巣だったのか。これはなんだ。で、サージェントリーのホロテープを聞く。これで多分何があったかがわかるんじゃないかな。インベントリーのミックスから、サージェントリーのホロテープ。よし、再生。デスクローの卵でいっぱいの巣、10個くらいか、それ以上、全部粉々に壊されていた。うん、これ以外、どうりで
中に何が入っているのか教えてくれなかったわけだ。知ってたなんだこれ。あのダイヤモンドシティの金を持っていくようにガンナーのボスとかあのアルチューのウィリンガムに直接行ってやったのに、なんでデスクローがわざわざリングズから追ってきたかわかった。子供を盗んだからだ。うん、くそ。なるほどな。もしかしたら卵を返していさえすれば。ああ、お母さん、探し物はこれ。なるほど、デスクローの卵、今拾ったやつの新鮮な卵があったんですけど、それを返却するのかな？なんか返却するか、なんか、あれだったよね。返却をするか、輸送をするか。どうなんだろうな。巣に返した方がいいんでしょうか。まあ、巣に戻しに行くか。まあ、そうだね。じゃあ、これを着て、一度ね、戻ります。一度戻って、パワーアーマーを、直さないと、これは。もうちょっと使い物にならなくなってるので。よいしょ。うん、相当壊されてしまった。うん、見てみたんですけど、卵を巣に返すだとこの遠さこの遠さプラス輸送完了するはどこだ、どこへ輸送完了すればいいんだ、これ。これは違うもんね。あ、ここだ。輸送完了する。あー、でもまあ卵を返した方が穏便にことは進むと思うので、まあそれにね、俺は知りません、そんな輸送する仕事なんて。乗って卵をね返却しに行きたいと思います。ちょっと距離があるので、どうなんだろう、あれが切れる可能性もなくもないけど、パワーアーマーがね。よし、じゃあ、ここか。ここへ行くためには、こっからこう行った方がいいよな。じゃあ、卵を返すまでの間に何かあったら、あれだけど、何もなければ全カットでここまで行きたいと思います。じゃあ、こっからだね。ということで、デスクローの卵を返さないといけない場所の付近までやってきましたね。もうここか。こっから、卵を持ってきたのか。なるほどな。お、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 お。待て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 。落ち着け、落ち着け。俺たちは卵を戻しに来ただけだ。心ない奴らが持って行ったみたいだけど。お、なんだ、隠してんのか。はあ、そうかそうか。バレンタインを喜ばせた。かわいいなあ。あ、ちょっとここら辺もらってっていい？うん、俺がね利用させてもらうけど。タールベリーとショットグラス。あー、レーザーピストルはもういらないかな。イグアナの串焼きと、キックボール。バラモの肉食べなかったんだ君は。これはなんか黄色だ。哀れなアールを前にクロッカーはアマチュア肉屋となった。うん、こっちは肉でできた体じゃなくてよかったと思った。なるほど。あー、デスクロー君、これね、取ったら多分襲われそうだから。よし、じゃあ元気でやれよ。もう卵奪われんじゃないぞ。
ということで、あ、そうだよ。せっかくこんな機会は、ほとんどないんだから。なんだこれ。デスクローガントレットが刺さってる。何これ。もらう。もらっておこう。発光キノコ。発光キノコもらっておこう。ということで、デスクローくんとね、一緒に、こう、ツーショットで、今回はお別れしたいと思います。かわいい。デスクロー結構好きだからな。背中に乗りたい。ということで、あ、そうだ。次回はどうしよう。じゃあ次回こそ、これだね。この、ドクター・アマリと話すっていうのをやっていきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃ、あれ？ちょっとお前、卵踏んでない？それ大丈夫？それじゃ、またな。